で、このオコンとハミルトンのね、先ほどちょっと質問もありましたけど、接触についてどうなのっていうのが、これも、この1コーナーのこれもそこなんですけど、17周目のこの、メインストレートの争いなんですけど、これ見ると、まあわかる、バックオンボードなんでちょっとわかりづらいとは思うんですけど、オコンはイン側のライン走ってますよね。で、ハミルトンはアウト側にいると。で、追いついてきて、1コーナーに向けては、オコンは、アウトが、このレーシングライン上にラインを変えてるんですよね。つまり、まあ、ハミルトンに対する、ブロック、まあ、これ18コーナー、18周目の1コーナーという形になってますけど、1コーナーに向けては、オコンはアウト側にラインを取ってるわけですよね。で、ハミルトンは逆にイン側に入ってきてる。にもかかわらず、1コーナーの手前、もうこのピット、これがもうピット出口ですから、左側。この先で、オコンが、イン側にまたラインを変えてる。つまりこれ2回ライン変えてるんですよね。で、ハミルトンはすでにもう並びかけていたので、で、しかも1台分のスペース残さず、うわーっていう感じでハミルトンは、まあ、慌ててブレーキを踏んで、バックオフして、なんとかハミルトンは接触回避してますけど、これ下手したら、まあ、下手したらというか、その、反応の上手じゃない人だったら、まあ、普通に挟まれてクラッシュしてると思うんですけど、ハミルトンのその危機回避能力の凄さをまたこう垣間見た気はしますけど、もう、オコンのリアタイヤとハミルトンのフロントタイヤ当たってるんですけど、この、今煙バーン出てますけど、まあ、これで、あの、フロントイングの翼端板を壊してるんですけど、まあ、あの、後で写真見たら、完全に翼端板壊れて中のセンサーのケーブルとか出ちゃってましたけど、まあ、逆に言うと、あの、この幅寄せされて、フロントウィングの翼端板を失っただけで、なんとか耐えてるっていう、フロントウィングそのまま全部脱落してもおかしくないぐらいの、あの、幅寄せと接触のギリギリ度合いだと思うんですけど、これで、まあ、あの、オコンに対してはペナルティ。まあ、実際ライン2回変えてる時点でもうアウトなんで、僕はもうちょっと厳しいペナルティを、あの、5秒加算なんかじゃなく、もっと厳しいペナルティでも良いんじゃないかな、という気はちょっとしましたけどね。そして、あの、ジョー・グァンユ選手が、あの、角田選手をね、ヌーベル試験で抜きそうになったシーンですけど、これも、ま、ちょっと、その、単純なオーバーテイクじゃなくて、あの、ま、ジョー・グァンユ選手も、あの、パンツ新しいの用意しといてっていう、ね、何があったのか、わかりませんけど、まあ、あまりに怖かったということで、まあ、これあの、トンネルの出口にもう差し掛かってるところで、角田くんはこのイン側で、まあ、あの、ヌーベル試験に向けてイン側で、ジョー・グァンユ選手はこう、後ろ追いついてきてる状態ですけど、この時点で、まあ、もちろんここで角田くんインにいるんで、ジョー・グァンユは、まあ、アウト側というか、レーシングライン上に、まあ、車を振って、こっちから行こうとするんですけど、この直前、このほぼ同じタイミングで角田くんがこの右側に対してガッてラインを変えてきちゃったので、うわーって行き場なくなって、まさにこのハミルトンとオコンと同じような感じで、ちょっと挟まれそうな感じになってしまって、まあ、当然ここまでスリップついてるんで、速度はもう場外の方が結構速い速度で来ちゃってるから、そこでラインを潰されると、あの、まあ、追突しちゃうんで、まあ、慌ててこのイン側、左側にラインを、変えて逃げた。まあこれもう完全にカウンターね、当たってるぐらい、もうギリギリ、リアスライドしちゃってる状態ですけど、まあ当然これは止まりきれないでまっすぐ行きましたけど、まあそれはもうインから仕掛けたんじゃなくて、アウトから仕掛けようとしたのをブロックされたんで、ここで止まりきれずまっすぐ行ってるだけなんで、まあ角田くんは、あの、ああ、止まりきれずまっすぐ行くと思ってましたって、あの、子供を投げも言ってました、投げに言ってましたけど、まあ、ちょっと多分後ろから来てる人からすると、おめえ、そのブロックねえだろうっていう感じでは、あのタイミングでそのブロックねえだろうっていう、ライン変更ないだろうっていうとこだったとは思います。だから、まあこれもペナルティは取られてないですけど、まあ、非常にちょっと際どい。去年までのスチュワードとかだったら、レースコントロールだったら、ブラック&ホワイトを振られた可能性は結構あるかなっていう。去年の、ロシアでマゼピンが、角田くんにやったのと、まあ近いぐらいの感じだったかなと思います。もし、あの、見てない方がいれば、ロシアの決勝の総括見ていただければ、マゼピンのブロックも解説したと思います。というところですね。あ、そしてこのミックス選手のね、そのクラッシュですけど。まあ、あの、去年のイモラと同じく、どうしてもこう横から車当たってしまうと、この写真よく見ると、そのギアボックス自体は壊れてないんですよね。ギアボックスの上のこのマウント部分は残ってるんで、単純にエンジンのブロックの方からもうボコンって脱落してる状態。
だからまあ、で、エンジンの方はどうかっていうと、このテールパイプがそのままポーンって後ろに残ってますよね。で、これテールパイプって、このギアボックスのこの U 字をした、まあ、こっちから見ると逆 U 字型ですけど、このギアボックスのこのアームが伸びてる間、真ん中をスポーンと抜けて、リアウィングの間に通っていくような形になってるんで、ちょうどこのエンジンのブロックとギアボックスのこの2本のアームの間のところを通ってくるはずのテールパイプはちゃんと残ってるし、ギアボックスをエンジンに止めるためのこのアームも残ってるんで、まあ本当にボコって取れちゃったような感じ、何かがバリーンって壊れて取れちゃってるって感じじゃないんですよね。だからまあどうしてもその横からの力が入ってしまうと、まあ去年のイモラの園田くんと同じようにこうグイってネジ取られてしまうっていうような状態で、どうしても市街地サーキットで非常にランオフエリアが狭い、まあ実質ないので、ある程度スピード高い状態のまま、いきなり止まって0キロドーンってそのスピードが一気に止まるんで、まあその衝撃が全部車のその、特にこういうジョイント部分に来ちゃうっていうね、ので、まあこういう形になっちゃってるんですけど、まあ、本当にこの車全体で衝撃を受けていれば、その、例えばリアサスペンションがぐしゃーんっていくことで衝撃吸収したりするんでしょうけど、まあまさにこのリアサスそのまま残ってますし、ちょうどこのエンジンとギアボックスのジョイント部分に来ちゃったんでしょうね。2020年のバーレーみたいに、グロジャンみたいなね、ちょっと衝撃的な絵面だったんでびっくりしましたけど、まあ、そこまで、そのね、ミックは全然大丈夫でしたし、まあ、車のダメージがいかほどかっていう気はしますけど、まあ、ちょっとコースがね、やっぱり、ちょっと今の車の速さと、その、まあ、車が持ってるエネルギー、物理エネルギーに、やっぱりちょっと対応しきれてないかなっていう気はしますよね。こうやって、テックプロバリアを置いて、ドライバーを守ることはまあ、もちろんできてるんですけど、テックプロがあるがゆえにここでドンってスピードが止まって、それによってリアウェンドがねじ切られるみたいな状態になっちゃってるんで。まあこれも、リカルドみたいにね、ガードレールにボーンって当たって、その浅い角度でスオーってそう滑っていって、最後はドンみたいな感じであれば、リカルドのクラッシュなんかは、ここ同じテックプロバリアですけど、ここに当たった速度は全然遅かったですからね。まあ、ちょうどこのね、オンボードカメラがカクンって撮れちゃってるのも、90度になってるのも見えると思いますけど。この辺がまあちょっとモナコの恐ろしさであり、まあね、ここ、最近見なかったような結構でかいクラッシュになってしまったっていうところですかね。まあそんなところですか。あとはまあアロンソ選手がね、後半戦はずっとハミルトンを抑えまくったんですけど、この、ペースグラフとかギャップグラフか、ギャップグラフ見るともうアロンソレーシングスクールがまあえぐいことになってるっていうね。ただまあこの前半、レース後半の前半分は思いっきり遅いペースで走って、でも途中からは、いきなりアロンソをボーンってこうレッドブルーと同じかそれより速いぐらいのペースポンポンって出してるんですよね。だからもう本当にタイヤのグレーニングをなるべく発生させないように抑えて走ってもまあ抜かれないよねって、一周4秒遅くても抜かれないよねっていうので、ああいう走り方をしてるんですけど、まあ逆に考えようによっちゃ、こんな遅くても抜けないレースなんですよっていうのをもうまざまざと見せつけているっていう、もうモナコにとっては勘弁してくれっていうぐらいのネガキャンではありますよね。あれ見ちゃうとやっぱりモナコのレースちょっとつまんないよねって。まあトップ4はトップ4で、まあ実際ね、我々モナコのこと知ってる人からすると、まあどうせ抜けないんでしょっていうエキサイティングな絵面ではあったけれど、トップ4台が争うっていうのはまあ抜けないよねっていう、まあミスしそうで結局誰もミスしないし、まあオーバーテイク仕掛けるとこにすら行かないよねっていう状態で、まあそれはこのアロンソとハミルトンにも言えて、まあハミルトンが遅いからではなく、実際サインズだってチョコペレに対して一回も仕掛けられなかったわけで、まあ難しいですよね。先ほど言った通り、オーバーテイクポイントであるヌーベルシケインのイン側がまだちょっと濡れてる、ダンプパッチが残ってるっていうこともあるし、そこでミスした時の代償があまりにでかいんで、そこがやっぱり、モナコのサーキットちょっとやっぱりなんとかしないともうレースできないよねっていうのを、まあもしかしたらアロンソはわざとモナコでやらなくてもいいというぐらい、そうすれば自分以外に三大レース制覇をできる人がいなくなるから、こうやってモナコのネガキャンをしてやろうっていうことではないと思いますけど、さすがに
でもそうなんじゃないかと思ってしまうぐらい、もうあまりにわざとらしい、あの、ゆっくり走行でしたよね。アロンソレーシングスクール状態でしたからね。そんな、あの、ちょっとモナコどうよっていう、まあ、それは、そのトップ4台の争いもそうだし、アロンソのこの、すごいゆっくり走ってたのもそうだし、ウィリアムズ勢のその周回遅れが決勝の勝敗に大きく影響してしまったっていうこともあるし、まあいろんなところでやっぱりモナコの問題点っていうのは出てるよねっていうのが結構はっきりしたんじゃないかなとは思いますけどね。